こんにちは、プロスパージャパンです。今日はですね、オリンパスの、オールドレンズになります。こちらですね、オリンパス、135mm ですね。135mm の、E 随行の方のオートの T ですね。2.8 です。135から 2.8mm なので、これですね、意外とこの辺のレンズってあの距離感的にもいいんですけど、僕の場合だとミラーレスに取り付けて撮影するんですけど、この 135mm って結構他のレンズもあるんですけど、あのちょっと距離感も微妙なんですが、あの非常にいい写真が撮れるのでおすすめですね、はい、これ1本あると楽しいと思います。僕も実際よく撮ってますけど、現状品ですので、もちろんカビ、こもり、ほこり等はあります、ですが撮影には問題ないです、ゴーストとかですね、フレアの、撮影を好むのであればなおのこといいと思うんですが、ちょっと条件をご自身で合わせて撮影しないとダメですね、はい、ちょうどこの時期だとですね、ちょうどもう梅の花ですね、梅の花か、まあそうだな、桜かな、はい、桜もあの早咲きの桜とか撮るといいですよね、僕もこれから何度か写りますが、この辺の 135mm を使う撮影も多いですね、はい、あとはですね、一度クリーニングしてから出荷します。以上です。おすすめのレンズです。よろしくお願いします。